We are Uri。 はい、こんばんは、竹下敦です。今日ね、VRC プロなんですけど、ちょっと一生懸命走ってみました。久しぶりにすごく一生懸命走ってみたんですけど、一つね、できなくなってるなと思ったことがありました。何ができなくなってるかっていうと、ゆっくりステアリングが切れないんですよ。高速コーナーなんかでね、回り込んでくるときにゆっくり切ってちょっとフロントを逃がしながら丸く入ってこなきゃいけないコーナーで切りすぎちゃうんですよね。切るスピードが速すぎちゃう。で、これって何が起きてるのかなと思ったんですね。で、最初反射神経が鈍ってるからゆっくりしか切れないと思ったんですけど、そうじゃないんですね。これ早く切れなくなってるんですよ。実は結局ね、ステアリングを切るスピードが速いスピードでステアリングが切れなくなってるんです。分かりやすく言うと、ステアリングの分解能が落ちてる。人間のね、今まではこう構えて切るときにこう角度がすごく細かくこう切れてたわけです。で、その細かいところもすごく早く動かせてたわけですよ。で、例えば、12分の1レーシングとか81レーシングとかタイヤが減るでしょ。そうすると基本的に車まっすぐ走らないんですよ。で、何をするかというと、これ2パターンあると思うんですけど、走りながらトリムを合わせる人と、あと今の速度だと無理なのかな、手でね、ストレートって基本的にまっすぐ走らないじゃないですか。コーナー出たら次のコーナーに向かってこう片方に荷重をかけながら丸く曲がってくるわけですよ。だ、ストレートっていうのは実際にはまっすぐ走る区間っていうのはないわけです。で、昔は多分もっと早く切れたんですよね。早く切れるからゆっくり切れてた、切ることができてた。で、今は早く切れないからゆっくり切れないんですよね。これ分かりにくいけど、なんとなく伝わるでしょう。だね、ヘアピンとかはまだこうタイミングって言っちゃうと語弊があるかもしれないけど、タイミングでクイッて曲げられるんですけど、何ができなくなったってね、高速コーナーが遅くなった。あと高速コーナーの精度、同じようにね、今まで、50周したら、ほぼ48周ぐらいは同じラインを通してたのが、たかだか27周ですら同じラインを通せない。これはね、劣化してると思いましたね。で、これはね、ある程度ね、もう頑張っても取り戻すことは難しいなと思いました。で、あとね、5分間っていう時間の集中力が続かないんですよ。これ一つラジコンの人口がね、減ってる一つの原因じゃないかなと思うんですけど、単純にレースのね、走行時間短くしたらいいんじゃないかなと、全く個人的意見なんですけど、そう思ったりします。だって疲れちゃうんだもん。昔は12分の1が本職だったんで、12分の1の8分でそんなに長く感じなかったんですよ。だいたいスタートして1周目すごい一生懸命頑張って、で、2分まで頑張って、で、2分から4分までなるべくバッテリー使わないようにして、で、4分から6分でなるべくトップ争いに追いつけるぐらい電池使ってトップに追いついて、
で、トッパラソの中でいかに電池を使わずに7分20秒ぐらいまで持たせて、でそこから勝負みたいな、もうちゃんとこうドラマの筋書きがあったんですよね。今5分ですら筋書きが立てられない、もう走ることで精一杯で、でこれもうね筋書きを立てられなくなっちゃってるんですよ。大体の結果が見えちゃってるから、経験上ね、大体こうなると自分の実力とかレース展開的にこうなっちゃうなっていうイメージを自分先に作っちゃうんです。だからその程度の結果しか出なくなっちゃうんですね。でこれレース時間を短くしちゃって3分とか2分とかで、あーって2分ぐらいだったらまだおじさん集中できるかなっていう、これは僕は団体の理事なんで安易にこう提案できないんですけど、そういうんじゃないこうね、ローカルレースとかショップレースなんかでね、ぜひ取り入れてほしいと思います。そういうレースがあったらね、私も参加します。はい、ちょっと5分は長いんじゃないかなっていうのがちょっと個人的な感想です。はい、竹下敦史でした。それではまた。